しいなというふうに思います。さあ今日のハイライトゲームを振り返ります。マリンズ先発は酒井でした。まずは茂木栄五郎をショートゴロに打ち取ります。オープン戦では非常にいい働きがあったこの酒井が、こういった鈴木大地のいい反応のプレーもありまして、持ち味は出てましたね。そうですね。まずは立ち上がりゼロに抑えました。そして楽天先発は少し緊張気味な表情だった池田、プロ初登板初先発。このリクエストというのも今日も1回からありまして非常に微妙だったんですが、結論は判定変わらずアウトということになりました。この悔しそうな表情が物語っています。そしてチャンスで菅野に回ってきたんですが、ここはセカンドゴロ、マリン先制点を挙げることはできませんでした。そして3回の表、先制したのは楽天です。ペゲーロがインサイド中心の攻めから、ここは外側の変化球だったんですが、ここに食らいついてきました。この辺りはさすがに力を持っています。よく食らいついてきましたね。そしてゲームが動いたのがこの3回の裏、わずかなこのボールがこぼれたのを見て、これ立川さん、菅野に行くんですね。よくこれで行こうという、はい、思いますよね。ただこの二塁に行ったという思い切りが、この後本当にマリーンズにはいい回転になりました。内岡、ランナーを最低限進めようという中での引っ張りが、これがタイムリーになりました。本当にバッティングがシンプルで、あ、そうですね、無駄がないですね、はい、そしてその後井上誠也、ここは高いバウンド三塁二塁、焦った茂木栄五郎、これ藤岡のスタートが良かったですね。これでさらに追加点ということになりまして、その後菅野、2対1から4対1、それほど打球は痛烈ではなかったんですが、井上誠也も一生懸命走ってこれで4対1となりました。この辺り打線がつながります。そして強風逆風の中で荻野貴司のバッティング、この高さの打球はあまり風の影響はないですか。受けないですね、はい、12メートル13メートルという風の中ゲームが今日行われました。ただ楽天も反撃、6回の表酒井から銀次、楽天のバットコントロールはさすがです。そして開幕戦でもタイムリーを放った藤田、この辺の役者は本当に確かさん勝負強いですね。いや勝負強いですね。酒井もなんとか球数100球を超えてもこの6回マウンドに上がったんですが、ここで5対3とされたところで松永に変わります。やらしい岡島武郎だったんですがショートゴロ、三塁ランナーはホームに帰ってたんですが、これで5対4。さあここからは継投策、このシェパーズが立川さん使えるメドというか、いいボール投げてましたよこれ、ランナーは背負ったんですけれども、最後はカーブ、この縦割れのカーブは結構相手は嫌がりますかね。そうですね。8回の表をゼロに抑えて、そして最後は9回の表抑えの打ち、まずはペゲーロ、そして最後はいい当たりを飛ばされたんですが、ルーキー藤岡ボールを掴んで今シーズン初勝利の酒井も両手を突き上げました。井口マリーンズ、これで勝って開幕連勝スタートになりました。2勝1敗です。